鹿ヶ瀬峠は、和歌山県日高郡日高町と有田郡広川町の境にある峠。標高360メートル。日高町指定史跡。熊野山経道黄色の一部として、国の史跡に指定。鹿ヶ瀬峠の資料上の書出は、平安時代に遡る。吉亀上安4年9月26日上に、鹿瀬源にて昼夜を取ったとの記述が見られるほか、山名としては、平安時代中期から見え、蔵元の紀行文、伊保主に、篠ノ瀬山とあり、大日本国法華経見記書集の、紀の国に久瀬山に、法華経を称する詩外には、比叡山等々の縁前なる僧が、に久瀬山で写真行の末に、され神戸となった後も、法華経6万部の図経を続けたとの記談が記され、後に、今昔物語、古今著文集、元寇釈書に再録された。殷世紀には熊野古道の難所の一つとして知られ、熊野三景記にたびたび登場する。大御記永保元年9月28日上に、犬国義加瀬山中宿草庵とあるのをはじめとして、中雨期天仁2年10月18日上には、参道の様子を、その道見祖、新緑水串で、鹿の鳴き声があちこちから聞こえたと記し、熊野道行間口建仁元年10月10日上にも、同様の再開見祖との記述が見られ、深山幽谷であった様を伝える。このような難所であったため、鹿ヶ瀬峠は、紀南と紀北の境界であるだけでなく、紀南への戦略的要衝となり、中世には付近に鹿ヶ瀬城という山城が築かれた。鹿ヶ瀬城について、紀伊族風土記は、太平記を根拠に、熊野八宗師の一人、鹿瀬宗師なる未承伝の人物が築いたとし、玉葉治承4年9月3日には、源氏法に寝返った、深志像が、摂西鹿瀬山とある。また、太平記には、延文5年の南朝方法記に際して、当地の湯河宗師は北朝に組みして、鹿の背、株坂に布陣したとあるほか、永享10年に南朝方軍勢が東条に寄った際には、守護、畠山久信以下の軍勢2800騎ほかが、攻め入り、南朝方を敗走せしめた。近世には、元和年間頃に峠に茶屋が設けられたが、明治、石垣跡と平坦面がその名残を伝えるが、一帯は黒竹の藪に覆われている。日高町川のふもとにあった、金魚茶屋の付近には、明治中期まで3軒の民家があったが後に退去し、峠登り口付近の原屋集落も、往来の旅人の減少により衰微していった。鹿ヶ瀬峠上部に残された熊野古道の遺構は、和歌山県指定史跡である。大目板飛峠の頂上部は、大峠と呼ばれる東西40メートル、南北30メートルほどの平坦地で、そこから約400メートル下ったところに小峠と呼ばれている山界の暗部が、日高、有田両郡の郡境となっており、近世の地史、紀伊族風土記に、川の瀬村から登り、約21町。原や奥から14町ばかり、自己峠をもって、有田、日高の境をなすと記されている。小峠の少し上手には、造高30センチメートルほどの馬頭、観音や板飛のほか、道路脇に高さ約50センチメートルの地蔵菩薩を、陽刻した道標があり、右上草の竹15丁、宝、村金屋坊の銘がある。板飛は、靴掛王子旧址の傍らにあった。法華堂境内にあったものが、法華堂が本寺の陽元寺に退転した際に取り残されたものだと伝えられる。現存する8基のうち、完全なものは4基ある。いずれも形式は同一で、中央に南無妙法蓮華経の法華経題目が刻銘され、2基には年号と日付の刻銘がある。残り4基は破損しており、板飛であること以外は不詳である。日高町と広川町の境界を日高町川に下ると、幅員 1.5 メートル、全長503メートルに及ぶ石畳道が残されている。石畳の石材は、道の周囲の岩盤から採取された砂岩で、長さ約30センチメートル前後のやや小型の石材を敷き、石の継ぎ目が直線状になった箇所が数十メートル単位で見られ、構築単位を示している。日高町川には、金魚茶屋として知られる茶屋を営んでいた旧金崎家屋敷跡があり、紀伊国名所図絵にもその姿が描かれている。金魚茶屋の名は、門前に金魚を飼って、往来の旅人の休息に興を添えたことによるという。ありがとうございます。